え、次？はい、次。もう疲れちゃった。もうこれでもやだ。次、じゃあ、スッキリさせてもらおう。スッキリね。うん。そっかそっか。はい、スッキリ。了解しました。はい、ナナさんはどういう時にスッキリしたなって思いますか？すっきり。そうですね。くしゃみが出た時ですね。ちょっと待って。こちらにティッシュを丸めて、先端を尖らせた。見て、こう知ってます？小より。小よりね。はい。それがはい。これを、ナナさんの鼻の中に私が、突っ込んで、コショコショしてやって、すっきりさせてあげたい。やだよ。一応私、アイドルなんだよ。もうやりたくないんですよ、私だって。いや、でも仕事だから。しかも2本持ってるじゃん。両方の鼻に出るってこと？やめてよ。でも、私、両方突っ込む、片方の方が出やすいですかね。くしゃみって出ないよ、しょうがないな。じゃあ、はい、お顔、はい。えお顔どう？やだ！ちょっと先輩失礼します。ちょっと人の突っ込んだことないからね。もうさ、近づいてきただけで、もぞもぞするね。なにこれ？やだ、もうかゆい。残。やだ、もうちょっと待って。はい、失礼します。笑ってる。私、この声優業界で、ナナさんの鼻に、こより突っ込んだの私だけですかね。そうですよ。そんなことやられるわけないじゃないですか。プレミアじゃないですか。ちょっと待って。はい、失礼。笑ってるわ。もう、クシュクシュよ。くすぐってて、涙出てきた。